カラフトとその周辺の地形モンゴルのカラフト侵攻とは、13世紀半ばから14世紀初頭にかけて断続的に行われたモンゴル帝国によるカラフトアイヌへの攻撃を指す。資料が少ないこともあり、その実態には不明な点が多い。同時期に、モンゴルによって日本の九州北部に対して行われた原稿と比較されて北からの猛虎襲来。 もう一つの猛虎襲来、北の原稿などと呼ばれるが、両者の間に関連性があるかどうかは疑わしい。カラフトには、後の二部譜につながると思われる、オホーツク文化や、アイヌが担い手だったと思われる、殺門ン文化などの遺跡が混在しており、中世にも、二部譜アイヌが混虫していたと思われる。オホツク文化、サツン文化の終了を、どの時期とするかは、諸説あるが、 13世紀ないし14世紀頃を活期とする説が有力であり、日本やモンゴルツングース等周辺民族との交易をしたいとする文化に切り替わりつつあった。国旅行下流域に関しても残存資料が少なく、どのような民族が支配していたか、不明瞭な部分が多いが、吉丹や金などの王朝が支配を伸ばしていたと思われる。現代の知史である、 元一等氏によれば、前代の王朝によって、八次官城が築かれた詩が残っていたことが、記されている。高来氏には、中列王13年9月に、安ず誠の区外に駐在していた、モンゴルの将軍がいたことが記されている。安ず誠は10日、または大魔国とも書かれる金朝の派生国家であり、わずか18年しか存続しなかったが、区外が、 金の厚生民族である女神の影響下にあったことが伺える。その後、モンゴル帝国もこの地域に勢力を広げ、1260年に王冠として即位したクビライの時代に入ると、アムール川下流域へのモンゴル勢力の伸長が行われ、国旅行下流域に勢力を伸ばし、川口部に近く支流のアム軍側が合流する、現在のトイルに、 統制原水府を設置した。統制原水府の機能は、先住民の支配、流慶州の管理、屯田の経営などと考えられる。戦いの原因は、モンゴルがニブフとアイヌの人たちとの交易を、やめさせようとしたために起きたという説がある。アムール、川下流域からカラフトにかけての地域に居住していた、吉里名は、モンゴル建国の後進向かりの子孫である市での、 遠征により1263年にモンゴルに服従した。翌1264年に、吉里名の民は、クガイや、またサトウが、毎年のように侵入してくるとの訴えをくびらいに、対して報告した。ここでいう吉里名は、ギリアーク族、クガイは、アイヌ族を指しているとされる。またサトウに関してはかつてツングース系民族と見る、説が有力であったが、 近年では、区外とは別のアイヌ系集団であったとする説が唱えられている。この訴えを受け、岩長は区外を攻撃した。これがいわゆる、北からの猛虎襲来の初めであり、北九州への進行より10年早かった。この後、元によるアイヌ攻撃は20年ほどの間、見られなくなる。ただし1273年には、東箱拉致が、 政党小党氏に任命され、アイヌ攻撃を計画したが、西歌小海の決票を待つとの理由で、結局実行には移されなかった。しかし北九州への二度目の進行の失敗後、1284年に、上皇帯を政党小党氏に任じ、アイヌ攻撃が命令された。この計画は一旦見合わせとなったが、同年の冬に、政党小党氏による、 九外征罰が20年ぶりに実行に移されている。その翌年にも元朝は、政党小党師等々自体、骨露隊に命じて、兵力1万人で九外を攻撃させた。さらにその翌年にも3年続けて、アイヌ攻撃が行われた。この時の進行では、兵番人、船戦争を動員したとされ、前年も、ほぼ同様の規模であったという。この遠征には、 平坦確保のため、トンデンも設置されたが、翌1287年のナヤンの乱などの動揺もあり、長くは続かなかった。これ以降、元からアイヌへの攻撃は、やむが、元の勢力圏外からアイヌによる攻撃があったことが、元側の記録に頻出する。中村和幸はこれらの動きから、元による、アイヌ攻撃は、アイヌによる、 国流交流域への侵入を排除するために行われ、アイヌの根拠地を攻めて滅亡させる目的ではなかったとし、1284年からの3年連続の攻撃により、アイヌ勢力は、カラフトから、ほぼ排除されてしまったと主張する。岩長は、カラフト南端に前進基地として、果てを帯びただし、城を設けている。西の鳥岬に遺跡が残る城主土城は、 アイヌ伝統の茶室とはかなり構造の違う、方形土壌で、中国頂上伝統の反築の技法が使われており、ここでいう、果て帯正しであった可能性が高い。元軍はこの果て帯正しを拠点として、宗谷海峡を北上しようとするアイヌを建成したものと思われる。これ以降、アイヌは、カラフトに対して散発的な侵入しか行うことは、できなかった。 1296年には、二部府のオフェンと、ブフリーが、アイヌに投降して、悪事をなしたのと記録が、元分類巻41にある。1297年にも、5月に、アイヌのワインが、二部府の船に乗り、大陸のチリマ・岬に渡り乱をなすと、元軍は、同年6月に、アムール川下流域の七トルで、アイヌ軍を破り、同年7月には、元軍が、 アムール川下流域の振り川に攻め入ったアイヌを破っている。さらに、8月には、アイヌのブッフすらが海を渡って、ニブフのだ高人を捕虜にしようとしているとの訴えが、ニブフから元朝に対してなされている。日本では和芝は、アイヌ公易の代表品として捉えられており、アイヌは、高羽、和芝流通の掌握を狙っていたと思われる。 1264年から84年にかけて、元によるアイヌ攻撃が20年も中断しており、その間に鎌倉幕府に対する原稿が行われたこともあり、九州遠征に女神人を動員したために、北からの猛虎襲来が中断したとする考えがある。しかし、当時の元側の地理認識では、日本本土は実際の位置よりかなり南方にあると捉えられており、カラフトと、 日本本土の地理的つながりについての知識が元側にあったとは思えない。元、秋代の地図にカラフトが描かれた例はなく、初めてカラフトが中国の地図に描かれたのは、新大中期1719年の公予全乱図であった。北海道に関してもほとんど認識されておらず、南宋大の仏祖陶器に載せた地図では、エゾが 日本よりも南に位置しているなど、地理認識の不正確さを物語っている。戦争の発端についても、モンゴル側からの外交施設を、日本側が拒絶したことが、きっかけとなった現行に対し、モンゴルアイヌ間戦争の場合は、はじめにアイヌ側からニブフへの侵攻があり、モンゴルにとって、ニブフの訴えを取り上げていった防御的措置に、過ぎなかった。このため元による、 カラフト遠征は日本への攻撃と関連性を持っていたとは言い難い。以上により、この一連のモンゴルによるアイヌ攻撃を北からの原稿と呼ぶのは正確ではない。ただし日本側の資料では、モンゴルのアイヌ攻撃を一つの契機として60年に渡る内乱に及んだ安藤氏、エゾの反乱を原稿と並ぶ国難とみなす考え方が存在した。 その意味では、もう一つの猛虎襲来ということもできる。1305年、アイヌが、大陸の南ムホや、下川などを襲撃し、元軍が追跡するも及ばなかった。1308年には、アイヌの玉禅奴、河原英らが、二部府の大野信奴、また吉奴らを仲介として、毛川の長江を条件に、元朝への服属を申し入れた。 14世紀前半に熊夢章によって書かれたと思われる大都の知史、石津市には銀ネに関する記事中に両党の区外にこれが多く野人が会場の山やぶに店舗を設け中国の物産と交易すると記されておりアイヌと野人女神との間で沈黙交易が行われていたことが伺えるこの資料中の会場は当時 海島と呼ばれた、カラフトである、可能性が高い。逆に、中国からアイヌへもたらされた、エゾキンは、津軽安藤氏を通じて、日本へも流通していく。1368年に、明王朝が成立し、モンゴルは北へ交代。1387年には、満州地域からも元の勢力が交代し、アムール川下流域、カラフトにおける。 モンゴルの影響も低下したため、再びアイヌは、カラフトへ進出したと思われる。民の英楽三角は、1411年に、元の東西元水府が置かれていたとイルに、女神人の関岸又室港を派遣し、八字一寺を設置させたが、この又室港が建てた、仏教寺院の英安寺2413年に、建てられた、石碑、八字館英安寺引によれば、 当時のカラフトにはアイヌが住んでいたという。ただし、ヤツジ・ヒトジは、元の統制元水府に比べて影響力が弱く、1433年建立の、重建永年寺匹には、寺が焼かれたことが示されており、仏教を利用した、民の統治は、先住民の人たちからは、受け入れられず、ヤツジ・ヒトジもほどなく、機能を停止した。なお、1806年に、 カラフトからマミア海峡を渡ってアムール・川下流域まで進んだ日本のマミア林蔵や道地が新領からロシア帝国領に編入される時期の1854年から1860年にかけてアムール・川下流域を探索したロシア人探検家は秋オニトイルの丘に築かれたモニュメントを目撃し校舎はスケッチで残している また1449年の土木の変異後、民の北方民族に対する影響力が低下すると、アイヌとアキラとの交易も急激に衰え、生活必需品である鉄器などの供給が枯渇し、アイヌにとって日本本土との交易への依存度が高くなる。和人との間で鉄塔の値段交渉決裂をきっかけとして起きた古社マインの戦いも、これらの状況が 背景にあった可能性がある。ありがとうございます。